それではファーストニュースです。速報、中国共産党ビル以外はエアコン使用禁止。空気が3度ならか、最大設定16度まで。病院、企業も、病院も。お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。習指導者からの重要な指示で、12月11日の市のエネルギー二重管理及び石炭削減の関連要件を実施されます。あ、ヨーロッパで今、石炭、お宅んとこ裏辺での影響で、会社、学校、病院などでは空気が3度未満の場合、オフィスでは空調をオンにできます。まあ、じゃあ、もう、すいません、いや、ちょっと、ニュース続けよう。電気、暖房は基本的に禁止にします。学校やオフィスは空調の使用を厳しく管理します。現地の野外温度が3度を超える場合は、空調システムをオンにすることは禁止。暖房は3度を下回る場合に使用できますが、動作中の温度設定は16度を超えてはなりません。通知には、公共の場所ではエアコンは空気が5度未満の場合はオンにしても良いですが、動作温度は18度を超えてはなりません。また全てのオフィスで電灯を消して太陽の自然光を最大限に使用することを原則とします。またオフィス内ではオフィスに関係のないあらゆる種類の電気ヒーターやその他の電気機器の使用は固く禁じられています。市内の様々な公共機関、学校、病院などが総合的に省エネ、エネルギー管理を行うよう指示。期間中、管理棟は空調をできるだけ少なくし、他の暖房設備を使用しません。外気温度が3度を超えると、管理棟の中央空調が停止し、エアコンを使用する場合、温度設定は16度を超えてはなりません。ファンクね、秋田出身なんだけど、冬弱いのに、北国の恥って言われてんだけど、もう、チャップイナ来るよ。もうすぐそこまでチャップイナ来てるよ。せめて病院だけは使ってあげてよ。いや、これガチに。それで、共産党本部とかガンガン暖房焚いてるんですよ。このしょぼさが本当は強者すぎよね。ちっちゃなことからでかいことまで。がっつくさ、税金とかももう持ってってる証拠ですよね。お偉い方たちいっぱい貯蓄はあるし、海外にさ、資産隠し持ってるわ、住んでる家はまあごついわ。かといえばもうこういうちっちゃなことでも、いや、もう、本当に西川清志ですよ、本当に。小さなことからコツコツと。もう、指示することだけですよ。いや、これ本当にね、怒るでしかしよ。いや、すげえ、懐かしいね。自分で言ってて、夏っと思って。次のニュースは、とても不思議で、めちゃくちゃな内容になっておりますので、あれ、なんかこれおかしいちょっと思うと思う。ありましたら皆さん注意して見ていっていただきたいかなと思います。ペルーの方でね、起きたね、まあニュースなんですけど、麻薬捜査官がね、ちょっとサンタクロースの衣装に扮して、ギャングのね、家を家宅捜索して、売人とかを捕まえるっていうことが、12月13日残ったのね。で、ちょっと見てもらいたいんだけど、それで、一人がサンタクロースで、なぜか一人がエルフなのよ。それもすごいんだけど。で、なんか、デパートとか、そういうところで、まあ、なんていうのかな、こういうプレゼントは無料で配ってるんで、もらってってくださいとかっていうような風な、なんか状況を作って、なんかそういう取引してるところ近くで、あい
ちはなんかやっぱり悪いこと話しちゃって逮捕だっていうことなのかなと思ったの。ちょっと内容は全然違うの。とりあえずサンタクロースとエルフの格好をして、でそのヤングの家にハンマーってドアぶち壊して青い T シャツを着た犯人を捕まえて、で逮捕したの。でもうヒゲとかも邪魔だったからもう取り外しちゃってね。ここですごく不思議なことがあるの。なんでサンタクロースとエルフの格好したのかな。ただこの格好してドアをぶち破って捕まえたんでしょ。おとりってもねえし、何これ。すごくペルース大好きなんだけど。いやこの事件すごい、一気にペルー好きになっちゃった。もうめちゃくちゃ、このめちゃくちゃなのがたまんないね。意味わかんないね、サンタクロースが今扮したのは。これほんと面白い。今お台場のダイバーシティでご当地プリンフェスっていうのやってんのよ。そんなのやってたら行くしかないじゃん。僕、プリン好きじゃん。お腹プルンプルンしてまいりました。それでね、訪れた時はかなり遅い時間だったので、もう終わり1時間前ぐらいかな。残ってたの半分ぐらいだったんだけどね、それでもいろんな種類売ってるからね。セセットファンクがここで揉めた。これのがいいでしょ。いや、こっちのがいい。いや、こっちのがいいでしょ。だからいっぱい買っちゃった。いろんなの食べたの。沖縄のさ、クルーサーオムリーを贅沢にしたプリン。これなんかね、お酒のチーズケーキみたいな感じだった。でね、レモンプリン、なんかジェルってた。いや、まあ、そこら辺に売ってるプリン、比べられないほどうまいよ。お値段的に高いけど、まあ、それなりの美味しさはあるよね。あ、それでこれが2番目にね、美味しかったね。川越の醤油プリン。みたらし団子みたいな味するね。これはうまかったな。超和なプリン。今回ね、いろいろ食べたんだけど、スレッドファンクが美味しいと思うのが合致したのよ。これほんと2番目も美味しかったから、もしお手伝いでさ、皆さん食べていっちゃうです。あとね、ミルキーゴールドといってね、これなんか新感覚のプリンらしいね。パンやね、クラッカーに塗って食べるんだって。味がね、めっちゃ濃い。めっちゃ濃い、卵と、なんていうの、プリンの味わいが。パンと一緒に行ったら、ほんと多分、プリンバターみたいな感じで美味しいと思いますよ。それ、青森プリンね、もうプリンとリンゴを合わせたゼリーみたい。ゼリー。あ、これ夏たまらんね。めっちゃさっぱりんこないの。夏にこれちょっと食べてやれや。それと、ちょっと好感を持ってしまったんですけど、説明のね、プレートがなかったパンプキンプリンさん、楽天からちょっと調べさせてもらったんですけど、ホームページにも載ってないんだよ、これだけ。え、なんでそういうことするの。なんか胸がチクチクする。ちゃんと紹介してあげて。でね、これ3番目に来たかぼちゃのなんていうの、味わいがね、なんていうんだろう、めっちゃりくる感じ。かぼちゃ生んだ。これうまいじゃん。なんでプレートこれだけないの。そういうのやめて。悲しくなっちゃう。それとね、スレッドファンクが一番美味しかったと思うのが、この、ボンドクレームショコラ。なんか、千葉のね、ロマン亭ってとこなんだけど、あれレディーボーデンのパッケージってなんか、波打ってる、なんて言ったらいいんだろう、なんか、エレガントっていうか豪華なさ、ケーキの絵がなんかプリントされてるじゃん。あれの上に乗ってるチョコみたいな感じの味。これめっちゃ硬いの、硬いんだけど、激うま。
ちょっと食べてみて。俺ほんとやられちゃうから。それもね、ファンクもね、あ、これ、あれ、レッドモーデンのあの、上の、あの、波打ってる、チョコ部分っぽいっていうのはなんかね、二人とも一致していて。これやられるから、ちょっとみんなぜひ食べてみて。食べてる映像はちょっとカットしました。興味ある方は、足を運んで、食べてみてください。で今回お目当てね、飲むプリンだったのに、売り切れちゃってて、まあ、しょうがない。お互いちょっと仕事あったからさ、この時間しか来れなくてね。金曜までやってますので、皆さん、レッツゴーです。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら？